コメントが長すぎるって。コメントが長すぎるって。オッケー、こんばんは、こんばんは。こんばんは。実は気になってて、実は気になってて、そう、今日早めメール送ったよ。嫌なあいつやめ。何来たこれ、間違えた。こんばんは。さくらありがとう。団子ありがとう。さくらありがとう。団子ありがとう。さくらありがとう。さくらありがとう。こんばんは。お疲れ様です。団子ありがとう。こんばんは。レインボーサイリウムありがとう。団子ありがとう。さくらありがとう。ハンバーグ。ハンバーグめっちゃ美味しかったよ。そうだよ。顎に手を当てて、ん？え、どこ？これ？これ？何やったっけ？団子ありがとう。お元気です。ハートありがとう。体型コメ草とか言わないで。肌綺麗でしょ。まあまあ。まあまあ。ややの愛かなり強め。え、かなり入れたいです。本当に？そうだよ。あんたもありがとう。男子団子ありがとう。え、ゆあに前段ぶち込んでくれたの？ありがとうね。桜ありがとう。桜ありがとう。団子ありがとう。ありがとう、30万。ありがとう。団子、団子、うん、じゃあ、桜ありがとう。そうだよ。桜ありがとう。え、定型文変えたよ。ちなみに昨日ね。三色団子ありがとう。桜ありがとう。綺麗ありがとう。桜ありがとう。三色団子ありがとう。塾長おはようございます。おはようございます。桜ありがとう。顎に指を置きがち？確かに。確かに。今日朝7時ですか。あれだね。1時間。じゃあ23時間後なんだね。23時間。え、曜日はどっちなの？早いの？まあまあ、桜ありがとう。三色団子ありがとう。桜ありがとう。綺麗ありがとう。そう。触覚切った。ラー、ちょっとここ長くなっちゃった。こんばんは。いやにゃんってここは。桜ありがとう。え、今日高画質だよね。なぜ？なぜですか？始まりました。ありがとう、みんな。
三色団子ありがとう。今日も可愛いですか。三色団子ありがとう。桜ありがとう。あ、初見さん、初見さん、こんばんは。今日も可愛いですか。桜ありがとう。三色団子ありがとう。あのコアラのマーチ配信しようと思ったんですけど、皆さんもう飽きましたか。ちなみに2個あるんですけど、ちなみに今日はチョコにしました。チョコの方がありそうじゃない。じゃあまあ飽きたなら全然いいんですけど、飽きたなら全然いいんですけど。定型文の数3個、3個までなんだよね。メール届いた？早っ。ロイヤルマッチ8000目指すの？絶対無理だよ。桜ありがとう。そうだよ、もうすぐ配信できるよ。桜ありがとう。こんばんは。桜ありがとう。心打たれた？こんばんは。画像を消した、消した、消したらクリアになりました。やっぱり容量でした。桜ありがとう。本当に？画面クリアすぎて可愛く見える。本当に何なんだろうね。桜ありがとう。ニャンニャンの美しさ高画質ですか。桜ありがとう。本当に？そう。いや出ない、飽きてない、嬉しい、ありがとう。飽きてないなら全然やるんですけども。桜ありがとう。じわじわしてるって。すれ違ったね。じゃあやろっかな。ゆあにゃん全然飽きてないよ、みんなに分けてるから。よかった、開封配信好きならやります。ちょっと今日2箱いっちゃいます。2箱いっちゃう。でも明日ショールームする内容な、あ、よかった、今日掃除してまたあのお宝出しますわ明日は。モアミ出るの早くない？出るかな。ちょっとみんな写真、写真。3個のうちどれがいいですか。間違えた、嘘嘘、これちゃんとユアを見せなきゃね。3個のユアどれがいいですか。高速まばたき。いいね。実は気になってて定型文あるのビビ。みんな知らんかった。いや結構これ昨日からやってた気がするんだけど。イエーのやつ読みですか。本当にお好きにやります。ハートありがとう。そうだね、イエーが出るまでじゃあやりますよ。本当にまあもうね、あのね、あれだよ、ロイヤルマッチってツンデレだから、なんかあんまりやらないと合格させてくれる。桜ありがとう。初めてイチゴ味買った。イチゴの方が美味しいからね。本当に容量。パンクの曲ね、ちょっと題名あれ読めないんですけど、いいわ。なんかなんて言うんだろう、あれなんかドクロ、ドクロの絵みたいな。綺麗ありがとう。本当にほら、お腹壊したのにコアラの街やめました。コアラの街でお腹壊す人人類初だと思うんですけども、実は気になってて。桜ありがとう。そうね、みんな読み段集めたいもんね。初見です。初見じゃないよね。ほんといいな、みんな出てるね、メンバーさん。ユミは出たけどユア出ない。うわ惜しいね。ファミマナウでコアラのマジ買ってくれるの。何クジラッキーって。いや食べないよ、あの食べるけど、あの今日食べるわけじゃない。掃除ね、あの昨日からは進んでないです。ちょっと謎の絵本他に出るかな。開封来た来た来た、行きます。まあちょっと運命のスピードアップできますから。2個食べる配信じゃないです。じゃあいきますね、もうバンバンいきますので、はい、いきまーす。
後藤、伊藤じゃなかった、後藤でした、後藤でした。え、チョコとか久しぶりに食べる。あ、うん、うん、いちご派です騙されたっしょ。ちょっと後藤は食べます。いきますよ、じゃん。あ、ケイト、いそ、ケイト、ケイトですか、ケイトですか。ちょっとは食べるよ、お腹空いたからさ、この調子で、じゃん、うん、うまい。学校にいたわ、まいちゃん。あ、後藤ララさん、後藤ララさん知ってる、まいです。全部食べちゃいそれなうん、さすがに2泊は食べないと思う。いきます。ヤは出るのか、うん、いそうだな、ファンの人に。習字、習字、習字、あだ名、学校に習字って子いたらさ、別のあだ名毛筆になりそうそんなことない、そんなことない、あだ名毛筆になりそうじゃない、習字、習字。はい、行きまーす。みんなコアラのマーチ買ってくれるじゃん、ユアのおかげで。行きます、じゃん。お、2度目のあやか、2度目のあやかです。太田あやかさんとあやさんです。おー、これはいい線なんじゃないですか。しかもあやかって2回目ですよ。いいんじゃないですか、これは、これはいいのでは、いいのでは。そう、太田さんと、なんだっけ、岡本さん、いきます、保存です。またこれさ、太田さん、太田彩香さんの太田が出たらさ、やばくないいきます。あー、あー、聞いたことはないですね。食べます。おかもこくゲーム、いきまーす、じゃん。まあ、どんどんいき、おおお、いやでもな、冬っぴさん、冬っぴさんの冬です。ギリギリギリ許される、ギリ許されますか。ふっぴさん、じゃ一応取っとこう。うん、本名、本名、本名は違うけど、はい、ふっぴさん判定で桜の絵ありがとう。あ、桜の絵じゃない、桜、三色団子ありがとう。真ん中って言うもんですよそうだよ、フロントメンバーだから、これ言うフロントメンバーだから、ほら、上手側にいますから。いきます、じゃん。太田さん出ました、太田さん出ました、まさかの。やばくない ?2 回目なんだけど。ちょっとこれは、やばくない?前、あやだっけ?
ちょっと揃えました。嬉しい。え、これ合ってる向き、こっち、こっち、あ、こっち、え、すごくない？出ましたよ。ちょっとフラグ回収しちゃったよ。ね、神引きだ。イエーイ、来ました、来ました、来ました。お次、じゃん、木村、川村でなく木村でした。ね、このコアラかわいい。ほら、こうやって耳塞いでる。キーって言ってそう。じゃん。クレヨンしんちゃんのお父さんの名前です。じゃん。ヒロが続いてます。ヒロが続いてます。ヒロコ、ひろこ、食す。本当に。こんばんは。え？トップエルには発売前なのに配達された？まだユアも見てないのに。本当？生写真可愛かった。左右可愛いですか？真ん中でなく。ブログの時期に可愛かった。何の写真だっけな。ああ、こう、これね。そう、あれね、 X にあげるか迷ったの。でもブログにあげました。実は気になったじゃん。読み開封開始です。いきますね。そう、残り半分ぐらい。待って、今見えちゃった。見えちゃった。いきます。じゃん。野球バット持ってます。野球バット持ってます。ちょっと、やめますね。ちょっと食べないです。いきます。じゃんじゃんいきますよ。あう。あー、いそう。え、すごいすごい、見て、ダイヤモンド持ってる、ダイヤモンド持ってる。ほら、ケイスケいそう。ケイスケいそう。おらん、ケイスケ。ケイスケくん、はーい、はい、いきます。ユアは出るのかな。いくよ、じゃん。あ、すぐ投げちゃう。ユアの中学の友達にいました。出ないですね。ちょっとね、ちょっと太田彩香さんだけですかね、このあのいいいい子、いい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 流れは。そうなの？団子ありがとう。桜ありがとう。全部食べちゃいそうだよね。振っても多分意味ないんだけどね。桜ありがとう。
あ、竹内まゆさん聞いたことある。あ、4期生なんだ。桜ありがとう、桜ありがとう。要はレアすぎん。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、じゃんけんぽい。エリ、エリでした、エリでした。エリって誰かのお母さんの名前だった気がする。誰だっけな、まあいいや、エリです。じゃんけんぽん方式でいくわ。みんなにこうやってやる方式でいくわ。じゃんけんぽい。逆でした。あ、リサ、え、これさ、しりとりできる。あ、こっちか。ほら、しりとり。エリ、リサ、エリ、リサ、さあ出てないっけ。しりとりです。出ないですね。ちょっと一箱目ダメですかね。いきまーす。読み団長ダブル習字ですダブル毛筆です。そして同じ絵というね、絵が違うならいいんですけど、絵も名前も一緒です。ダブル習字です。もうこの人たちがダブルセンターでいいです。ダブルセンターです。習字、ダブ習字ですまさかのダブリっていうね。ダブるんですね、500種類ある中で。ダブるんですね。わかりましたよ。ダブることもあるんですよ。毛筆2本ですちょ、ダメだね。でもこっちの、こっちにね入ってるかもしれないから、いきまーす。じゃん。お、かわいい名前。しずく、しずく、しずこちゃん。河村しずこです。河村しずこです。優しい愛って書いてしずこって呼びます。はい、いきまーす。残りね、5つぐらい。いきまーす。じゃん。あー、いたね。いや、の、さらららじみ。リコちゃん。リコちゃん。うんふふ。まだ太田彩香さんと、ふゆっぴさんの冬しか出てないんですけど、どういうことですかね。いきます。多分ラス2、ラス2いきます。じゃん惜しい。ユミ、ユミだった。2桁のユって今初めて出たんですよ。ユミでしたね。ちょっとさっき言ってたよね、誰か一緒ですね。まあ逆にすればミユなんですけど、逆にすればミユなんですけどね。ちょっとダメですね。あ、でも、あ、ダメだ。ちょっとダメでしたね。惜しかった。ラス1ですね。1箱目。ラス1です。いきまーす。あ、ラス2でした。いきまーす。はい。朝日です。ちょっと待って、いい方思いついちゃった。じゃじゃーん。あ、間違えた、あ、間違えた、間違えた、あ、合ってるわ。ユアです、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 ユアです。ユアです。これは、三つ葉のクローバーに、三つ葉のクローバーの一かけらをつなげた、四つ葉のクローバー的存在です。わかりましたか？わかりましたか？そういう感じです。ラスト1いきまーす。
ずるくないです、ずるくないです、裏技です。いきまーす、ラスイッチ。おお、みんなに問題です。12期生のあの12期生、あごめんね、読みダンパワー集めなかった、ごめんね。あの12期生の誰かの名字です。なんでしょう、誰でしょう。考える時間は10秒です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0。はい、皆さん正解です。伊藤です。やっと12期出た伊藤。ちょ、これはもうココミンに送るしかないですね。南沢は絶対ないですけど、伊藤でした。やっとココミン出ました。やっとっていうか、やっと12期出ました。伊藤です。ちょっとね、伊藤と一袋目は伊藤と太田彩香さんと、まあ地味に冬っぴさんが、あとダブル習字が出ました。はい、まあ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 、次のね箱に運が、じゃあ読み男女パワーが溜まっていると思うので、はい、ちょっと次行きたいと思います。あ、確かに糸美希さんもだね。糸美希さんもでした。糸美希さんもでした。ちょ、ダブル習字ちょっとね。はい、2箱目いきたいと思います。あれだね、なんとかみやすってあんずさんなんだね。ココハだと思ってた、あんずさんだった。いきまーす。まあこっちにね、みんなの読み男女パワーが入ってるので、はい、カニルーコンコンコン、カニちゃん、猫なれのの15時半、二人の時間をかき消すよ、後ろから響いてシャッターオン。はい、キラーン、いきまーす。開きません、開きません。開きました。えい、音フェチ。いきまーす。さ、記念すべき一発目いきます。2個でした、2個でした、ニコちゃんでした。ニコニコって感じで、はい、ニコニコって感じで。桜ありがとう。まわまわ、三色なんかありがとう。コアラの町選抜だから。あ、アイリさん出ました。またコンプしちゃったよ。すごいよね、引き強いよね。ちょっとあやめろさんが強いです。これは岩が強いのでなく、あやめろさんが強いですね。ちょっと K2 運強いですね。桜ありがとう。実は気になってて。え、そうなの。まあ、ね、ゆあって書いてるね。さあ、コアラ眠そうだよね。今日も美少女ちゃん。え、そうなの、本当の名前ひろしなの。じゃあひろくんとか言われてそう。さくらありがとう。三色団子ありがとう。桜ありがとう、ハートありがとう、ほらありがとう。なんで固まるの。
動いた。ううん、充電しながらやってる。いきます、気を取り直して。いきます。じゃん、まさしいるでしょ。まさしさっきのとつなげたら橋本まさしいるでしょ、このファンの皆さんの中に。橋本まさし、橋本まさしを探しています。橋本まさしを、ボキャブラリーって何、ボキャブラリーって1個なのに2個死ぬ確かにうまいこと言ってるじゃないか。今より習字期待しないでくださいあの習字を引くあれなんじゃないので。実は気になったで、早速なんかありがとう。あ、カホさん出たの。まあまあ、うん、いやさ、一生お休みモードだからさ、電話かかってこないんだよね。ただいまみんな。あ、語彙力、語彙力ない、マジで語彙力ない。あの本当に、いやずっとね、絵本を、絵本じゃない、本を読まなかったから本当に語彙力ないんです。皆さんはどうやって語彙力つけましたか。本当に語彙力なくて、今の悩み語彙力です。ちょっと皆さん語彙力を教えてください。語彙力を教えてください。まあね、次名前引いた人が語彙力を教えてくれるということで、もうこちらは9時ですから、こちら9時です。もういきます、じゃん、元政さん、語彙力教えてください。元政さん、元政さんいるでしょ、元政いるでしょ。桜ありがとう。三色団子ありがとう。みんなやっぱ本読むの、語彙力。漫画、あ、漫画も読まないの。本当にね、もう新聞も漫画も絵本も本も読まないからな。あ、確かに外国の方出ないね、いまだに。いやいや、好きなんで語彙力上がりました。ちょ、おかしいなそれ。え、ちょっと待って、このさ、橋本のさ、橋本のさ、このコアラの絵めっちゃ可愛くない？猫だよ、猫コアラみたいな。ちょっと橋本ずるいな。ちょっと下は見せれない。可愛くない？これ猫。いきまーす。ああ門に見えたけど神でした。神さん、神様、神様いますか。神様、シンでした。はい、次行きまーす。あの芸能人の方にいたような気がする。いないかな。はい、お次行きまーす。まあね、こういうのはスピードが大事ですから、スピード勝負って感じで行きまーす。なんかさ、男の人の名前多くないですか男の人の名前多くないですか。ちょっとダメですね。うー、タツミー、いきまーす、じゃん。あ、女の子。お、いや男の人でもいそうだな。いないか。ファンの方にでもいるね。あのそのファンの方ね、
の知り合いいるんじゃないですかね。いないか。そう、あのね、ファンの方にいるんですよ。 これにちょっと違う名前つけたみたいな、いるんですけど、あれですね、その方ユアに名前名乗ってないんですよ、一回も。でもユア、その方と仲いいファンの方がポロッと言ったんですよ。もうそれを私はもうキャッチしたので、耳でもうバレてます。まあショールームにはいないと思うんですけど。はい、行きまーす。嘘でしょ。え、ちょっと待ってよ。待って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 。ん？でもさ、あ、違うか。ん？あー、え？まあいいや。いや、修二じゃないです。修二じゃないです。あの修二でなく、あ、間違えた。間違えた。伊藤でーす。え、ちょっとユアがなぜ困惑しているかと言いますと、あのですね、こちら伊藤なんですけど、ダブル伊藤なんですけど、あの絵柄が違うんですね。同じ伊藤でも絵柄が違うんですけども、そしてまたダブリなんですけど、またまたダブリなんですけど、リプレイ、ちょっと皆さんリプレイ見てほしいんですけど、探すの大変なんですけども、あのね、ちょっと探すのが大変ですね。あ、あったあった、あ、こちら。ね、落ちる。あ、ありましたありました。あのですね、なぜ困惑しているかと言いますと、伊藤はね、同じ名前でも絵柄が違いましたか？修二はなんと同じ絵柄です。ということは激レアです。激レアダブリです。これ激レアダブリです。これ修二で同じ絵、これゾロ目です。これはゾロ目です。ちょっと修二です。はい、今日から皆さん習字でお願いします。今日習字デーです。はい、そういうことです。かゆ、え、斉藤なの？え、ちょっと待って待って。いや、ずっと今伊藤だと読んでた。斉藤じゃん、マキコさんじゃん。このさをさ、自分で指で隠しててさ、伊藤かと思ったら斉藤でした。やばい、マキ姉に怒られてしまいます。マキコさん、マキコさん、マキコさん、マキコさんでした。マキコさんでした。すいません、マキコさんでした。もうこれはマキコさん出すまで帰れませんです。これマキコさん出すまで帰れませんです。これ真剣に気づきましたね、これ。ちょっと、あ、真実、真剣じゃない、真実。あ、そういうこと、本当に。もしもし、古いよね本当に。ありがとう、5枚とも可愛かった、嬉しい。たつみー、名字にあるの。お前トリプルシュージやばいって。シュージじゃないし、いや、マジミスったわ、本当にミスったわ。だからね、なんかみんなさ、何言ってんだろうとか思ったら間違えました。タイムラグ問題やばい。シュージの凄さに、シュージの凄さにすごい言ってたのに。
違いました。なんてことですかこれは。やば、じゃあやめてください。ちょっと、あ、行きます。もう気を取り直して、じゃん。ちょっとこれは、これはちょっとちょっとこれはあれですかね。ちょっと行きますよ。シュージじゃない、シュージよりおもろい。ちょっとマジで言ってます。ちょっとこれ怒られフラグかな、怒られるかな。まさかの、まさかの、やっぱりもう素晴らしいです。これはカホです、これカホです。ちょっとあの、私とマキコさんラブなんで、マキコさんラブなんで、ちょっと2個出しちゃいました。実は気になってて、団子ありがとう。ね、ちょっと間違えたからあれかも。三色、じゃあ桜、じゃあ桜餅ありがとう。そう、三色だ、じゃあ桜、桜餅ありがとう。はい、行きます。ちょっと こっちやばいかも。ちょ、2箱目やばいかも。だって今んとこさ、ねえ、いきますよ。にゃん、え、いるようないないようなって名前ですね。はい、いきます。あー、いたいた、学校にいましたね。いそうじゃない。え、まつげかわいい、ありがとう。これマツパー2日目です。あ、3日目、かわいいでしょん。はい、もしもし、あのベイビフフ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 フ。そう、ちょ、なるべく喋りたいでたくさん話せたので、ちょっと愛強めです。で、私の相談を聞いてくれたので、聞いていただいたので、ほら、ありがとう、ありがとう。星投げてくれて、え、フォローもしてくれて、星も投げてくれたの、ありがとう、かわいい、ありがとう。いきます。あー、ちょっと今日ダブリ多いですね。ちょっとダブリ多いです。風花さん、ちょ、ダブリこれ4個目ぐらいですかね。ちょっと、あ、風花さん4つじゃなくて、ダブリがちょっとあれですね。はい、ちょっとまあまあダブリもあるでしょうと。残り半分ぐらいですかね。行きたいます。ん、行きます。そう、こんなに、だって500種類あるんだよ。500種類あるのに被るっていう。あの、習字期待やめてください。あの、岩を期待してください。いきます。あ、やっと現代になったよ、名前。
やっと現代だよ名前。もうこれは現代ですよね。いや斉藤じゃないです、あの修二でもなく斉藤でもなく、ダメですね。いきまーす。にゃん。ん？初めて聞く名前なんだけど、いる？身近に彼いる？聞いたことないんだけど、聞いたことないんだけど、いい？でもさ、この名前ってマイナー、じゃ何、あの何、みんな知ってる名前しか多分載ってないじゃん。カレーでした、カレーでしたね。カレン、え、ゆわ、あのなりたい名前があって、そうなんか中学生の時になりたい名前を考えてて、そうあの来世ね、来世なりたい名前を考えてて、それがカレンなんですよ。カレンっていう名前で、で、あの名字が城ヶ崎です。城ヶ崎カレンです。私来世城ヶ崎カレンなんで、お願いします。城ヶ崎カレンなんで、あのカレンはあの花があるの花に、何の蓮、あれは何の蓮、城ヶ崎カレンです。そういわゆるお嬢様、私お嬢様になるので、あ、そちらです、この城ヶ崎カレン、 こちらです、これ来世城ヶ崎カレンなんで、お願いします。あのね、ゲームで名前つけるやつとかあったらいつも城ヶ崎カレンにしてます。綺麗でしょ、綺麗でしょ、城ヶ崎ってよくない、城ヶ崎さんって言われるんだよ、よくない、あ、ありがとうございます。え、西井さん道明寺、え、道明寺ってなんか聞いたことあるよ。そう、あ、カレンちゃんって呼ばないでください、あの来世呼んでください。今はゆあちゃんなんで、はい、行きます。あ、また現代名前ですね、また現代名前ですね。花より男子か、んー、でもね、いや二文字の名前がいいんですよね。まあ城ヶ崎カレンとか言いながら、やめてください、あの公園でカレンコールやめてください、あのちゃんとゆあちゃんでお願いします。え、これ花より団子って読むの？ずっと花より男子って読んでた、これ団子って読むの？花より男子って読んでた、団子なの、びっくり。ねえ、カレンダメ、カレン団子なの、知らんかったんだけど。え、花団子はなんか、え、花より団子のさ次のあるじゃん、な、最近のやつ、あのあれは何、花団、え、いや語彙力増えたけど、語彙力増えたけど、え、最近のがこの段ってことで、前のが男子の段ってこと、みんな最近の知ってる？やめて、自己紹介の時城ヶ崎やめて、無事誰ってなるから、名前違うよってなるから、はい、いきまーす。ちょっとみんなあと5個ぐらいだから、ちょっと集中してください。にゃん、え？なんて読むのこれ？今の知らない日本語です。これなんて読むの？アニテンテンなんだけど、え、これアだよね？読めてるみんな？これアニテンテンじゃない？え、なんか多分海外の名前なんですけど、え？アニテンテン、これアニテンテン、なんかアイブって書いてあるんですけど、これアニテンテンアイブ、なんかしかもなんかこれだけ文字の筆記体がさ、なんか違うんですけど、
アイブ一部消えてる。いや素ではない。ダイブ、え、わかんない、見えないよね。え、わかんない、レアかもしれない、読めないよね。いやも読めない。ピント合わないし、ピント合わない。ウに点々、え、ウじゃない、ブケイラ、いや違うでしょ、だ点々あるよ、点々。ちょっと、あ、これユア、いやユアですか。あ、じゃあユアで、ユアでお願いします。あ、デイブ、いや違うか、ん、ちょっと分かんなかったです。ちょっとまあ置きますね。はい、ずっとラブタイプ、うう、はい、行きます。にゃん、あ、ええ、ちかこさん、松本ちかこさん、松本ちかこさん出ました。今日メンバーさんのさ名字多めじゃない。松本ちかこさん出ました。ちょっと待って待って、SK2E 出ました。全制覇、全チーム制覇です。全制覇です、チーム。そして研究生、研究生いいと思います、研究生いいと思いますよ。すごくない？え、確かにリーダー、リーダーさん、リーダーさんね、里川さんのね、出したら出るかな。キャプテン、うん、そうそう、キャプテン。え、でもすごくない？いきまーす、いきまーす、じゃん。え、ファンの人にいるくない？ファンの人いるよね。見えないよね。こっちのが見えるか。はい。いや、まあ残りね少なくなってきましたが、皆さんどういうお気持ちですか。皆さんはまあきっと気持ちは秀司なんでしょうけど。私は諦めずユアなので、はい、ちょっと諦めず、ちょっと皆さん見てください。まあ食べたのもありますけど、こんなに残ってます、こんなに残ってます。みんなの気持ちは何ですか。気持ちは秀司ですか。え、待って、あと2個なんだけど、みんなあと2個だよ、あと2個だよ、どうする、あと2個です。まあラス1は読み壇上パワー入れますけど、ラス2はどうしますか。ラス2は何を入れますか。ラス2は、桜ありがとう、桜ありがとう、桜ありがとう、ハートありがとう。アンズさんは多分ないですね。残り肉玉秀司は、ちょ、もう秀司やん、もうそれは。桜ありがとう。城ヶ崎はないでしょ。え、秀司パワー、みんな秀司パワーって言うけど、秀司じゃなかったらどうすんの。てか秀司誰やねん。秀司誰やねん、ほんとに。何パワー入れる、ラスに。ラスに何入れます。お疲れ、おつにじ、何にする。にゃん、カレン、うわ、カレー食べたい。
ごめん。にゃん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 。ハートありがとう。迷子の迷子の子猫さん、あなたのお家はどこですか。名前を聞いてもわからない。そこらありがとう。え、にゃんにする？にゃんにゃんパワーにする？え、なんだっけ、あのさ、ユアの妖怪ウォッチ世代の AKB さんがコラボしたキチノコパンダ知ってる？覚えてる？みんなユアには迷子になったことある？え、ユアもう本当に方向音痴なの。本当に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 方向音痴なの。そう、機械音痴じゃないけど方向音痴なんですよ。そう、ニャーケービ、そう、おにゃにゃにゃおにゃにゃにゃおにゃにゃんパワー。じゃあ皆さんにゃんパワー入れてください。にゃんパワー、え、見て、口角みたいになってる口先みたいな。おにゃにゃにゃおにゃにゃにゃおにゃにゃにゃおにゃにゃおにゃにゃおにゃおにゃにゃ。はい、にゃんパワーを入れてください。にゃんパワー注入。にょーい、まじだ、もーい、もーい、きょ、はい、にゃん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 。え、マイコさんの配信始まった絶対誰かにチクられるじゃん。チクらないでください。あの、ゆあちゃんがコアラの街配信で斎藤っていう名字を2個出してましたならいいけど、にゃんパワー入れてください。振りじゃないです、振りじゃないです、めちゃめちゃ振りじゃないですちょっとダメです。デモスターありがとう。振りじゃないです、本当に振りじゃないです。マキコさんが出てて喜んでましたって。にゃんパワー、皆さんそれよりにゃんパワー入れてください。皆さんにゃんパワー、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 にゃん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 いや、もともとマキコさんのことマキコさんって呼ぶから。うん。ニャンのあれ強みですか？ありがとうみんな、ニャン。まあこれ、もうニャン受け取りました。ニャン受付終了です。ニャン受付終了です。引きたいと思います。いきまーす。あ、ごめん、3個だった。ラスさんでした。ラスさんでした、すいません、ラスさんでしたラスさんでしたすいません、いきます。にゃん、かわいい名前、マリナ、ま、マリナいいね。あ、城ヶ崎マリナにしようかな。城ヶ崎マリナにするわマリナ可愛くない？マリナでした、こっちか、譲れないよ城ヶ崎。え、城ヶ崎は普通に譲れないっす。まあカレンもいいんだけどね、カレンもいいね。マリナって子かわありがとうございます。はい、今度こそラスニです。カレンのが好き？じゃあカレンにしようかな。カレン、ラスニです、ラスニです。じゃあこちらこそラスニなのでいきますね。いや、習字出ないです。いきます。いる、いる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 、カズヒロ、習字じゃないです、カズヒロ、カズヒロです。カズヒロいるでしょ、絶対いるでしょ。こっちか、こっちのが見やすいんだ。カズヒロ、名前惜しかった？本当？本名、みんなの本名がバレるよね。まあ、おにゃにゃにゃおにゃにゃにゃおにゃにゃにゃ
うーにゃにゃうーにゃ。桜ありがとう。桜ありがとう。ハートありがとう。桜ありがとう。ハートありがとう。桜ありがとう。そろそろ失礼します。またねー。ふりふりー。またねー。またねー。にゃにゃばい。確かにね。確かにね。え、あえてユア入れてない。そんなことある？そんなことある？ユアこんなに出ないことある？いや、だって今までさ、コアラのマーチさ、これさ、5箱目だよ。5箱目だよ。5箱目だよ。あぶな。いちご3箱とチョコ2箱だよ。5箱も開けてるんだよ。なんで出ないんですか？こんなに開けてるのに。桜ありがとう。桜ありがとう。こんなに開けているのに、私は。8箱目。いや、まあ、皆さん、夢男女パワー入れてください。もうこれラス1です。もうね、もったいぶってもう決まっているので、運命は。運命は決まっているので。はい。皆さん、入れてください。読み男女パワー。読み男。読み男。何のリズムだと思いますか？ラス1です。ちょ、これでユアが出たら激アツなんですけども、激激アツアツなんですけども、書き込み症状ユアのやつ読め。読み談パワー集まりましたかな。読み談パワー集まりましたかな。読み談パワーって何って聞いたら負けです。聞いたら負けです。はい、もう今注入しましたので、受け付けました。受け付けました。ラス1、もうこのね、ここにあるから、行きますよ。行きます、行きます、行きます。ラス1出ろ、ユア出ろ、行きます。勝重です。勝重でした。勝重は食べました。ねえ、なんで5個買って出ないんですか？もう全部食べてないからさ、もういっぱいあるんですよ、これ。あります。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。お、24でパンパンにあります。24でこんなにあり、あのあれですね、多分あの最初開けたぐらいの量にもなりました。24。え、これゆうねさん食べてくれる？いや、全然。え、皆さん食べてください。余ったコアラの町食べてくれるんですか？ちょっと熱い戦いでしたね。あ、全然完食してないっす。いや、食べるけど、ちょっと今日いっぱい食べたらあれかなみたいな。
まあでもあれですよ、ちょっとあれ リプレイしますと、まずね、冬っぴさんの冬が出ました。冬っぴさんの冬が出ましたね、まず、はい、そして、まあ、こちら伊藤がね、伊藤が出ましたね。そしてまあうん、でこれが太田彩香さんの太田ですね。そして太田彩香さんの彩香さんですね。はい、そしてこちらね、松本千佳子さんの松本さんですね。そしてまた我らがキャプテンさんの斉藤真希子さんの斉藤真希子さん、ダブル斉藤真希子さんです。ダブル斉藤真希子さんです。でね、これね、ちょっと読み方がわからない、アイブみたいな名前です。そしてね、みんなが大好きなダブル修士です。ダブル修士です。もうあのね、今ティッシュの上にメンバーさんのが出たら置いてるんだけど、もうダブル修士置いてるから、ダブル修士置いちゃってるから、このメンバーさんの中にダブル修士置いちゃってるので、ちょっとやっぱまあ修士かなと、今日も京都で修士かなと、はい、ちょっとねよいしょ、こちら、ダブダブダブリーです。ダブリーというか、あのダブルダブルです。ちょっとね、まあいいと思いますよ。素晴らしい戦いでした。ほら、ありがとうね。やっぱいちごだよ。ちょっとチョコは食べれない。うん、ママが買ってるから、まあね、いい引きですけども、我らが主人、はい、よいしょ主人出すぎ、ガチで誰、主人誰ですか、本当に誰ですか主人。ね、まあ習字やってたから習字かなみたいな。カレンもないですね。お疲れ、ありがとう。三色団子ありがとう。ありがとう。みんな。ちょっと、はい。一応売ってない。そう。本当。そうそうそう。いちご味のチョコが。ね、500種類あるのに引き強みだった。まあそうですね、だってもうさ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個あるもん。メンバーさんで7だもん。すごくない？そこありがとう。実は気になってて、何習字の模索って、実は気になっててやめてください。今の塾長じゃ、川村塾生を、私の川村塾生を、ハロー、 I'm from インドネシア、 I'm from 愛知、まあ眠くなってきた、なんでですか。まだまだ30分ぐらい、いや45分ぐらいありますよ。ちょっとあのペース早すぎて、な、声枯れた。え、声大丈夫？ちょ、ペース早すぎて、終わっちゃいました。波が過ぎ去りました。はい、ちょっと。
ょっと弟にこれ開けてないふりしてあげよう。ちょっとね、弟に開けてないふりしてあげますこれ。ありがとう。投票してくれるの？ありがとう。あ、そういうこと？ま、明日はあのお部屋片付けたお宝配信だと思うので、多分。え、みんなトップエルネオさん届いてるじゃん。いや、まだ見てないのに。まだ見てないのに。なぜですか？そんなことってあるんですか？いいな、見たい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 。ウーロン茶は美味しいです。ちょっとみんな話題出して話題話題出して話題、話題出してほしいです。よいしょ。まあまあ。まだ届いてないね。そうだよね。だって4月1日発売なんですけど。まあまあ。ちょっと疲れたね。ちょっとね。みんなも疲れたよね。ちょっとね。ユアも疲れました。そうですね特になんもないんですけども、ツタヤ行ってくるの？え、ツタヤに売ってるの？撮影あんま寒くなかった気がする。なんかベンチコートは着てたけどあんま寒くなかった気がする。トップエールネオのお話ですか？でかいファミマとかあるの？ちょっと待って。足の定位置が決まらない。ちょっとすみません。早く見たいな、トップエールネオさん。特にないんだよな。三色なんかありがとう。まあ、え、そうなの？何なんだろうね。ホラーって何？ホラーって。なんかあったかな。まあ。そうね。雑誌が届いてからじゃないと言えないんだよな。多分全部。ガンダム？ガンダム書いちゃう？え、あのさ、あれだよね、アバターのさ、デザインしないといけないよね。アバターのデザインをしないといけないからね。
どうします、アバターのデザイン。あ、スペイン語でこんにちはなんだ。ほらほら、コメスタ、ほらコメスタ。うん、オラって読むの。2月22に予約して1日に到着なんだ。すっごいね、すごいね。ってかあれだよね、ユアがさ宣伝する前からあれだよね。昨日のクマアバター、昨日のクマあれでいいの、逆に逆にあれでいいの。あれならねすぐ書けるよ。うん、桜ありがとう。いやでもね、ちょっとガンダム、いやお楽しみにしよう。ガンダムのアバターはちょっとお楽しみで、ね、うん。昨日の絵本売れる本当？ギャル感は出さないですよ、ギャルじゃないので。ニャンダム期待してる。いややっぱニャンダムだよね。ほらオラマイ、オラマイ、マイじゃないか。まあニャンダムですよね。うん、ニャンダムですよ。え、こっちゃんもアバターゲットしたの？いやいやね、ゼミ JK 卒業で、あの、いや、もともとギャルじゃないので、私卒業も何もないんですよ。はい、ちょっと卒業も何もないんですよ。危な危な危な。いや、スクバはスクバはあれだよ、 JK だから。 JK とギャルって違うから。うん、 JK とギャルは違うのね。ちょっと JK なんですよ私え、チャラ向き完成した、ユアのアカウント。嬉しい、桜ありがとう、ファラありがとう。すごっ、こっちゃんもゲットしたんだ、すごいね。ココミンはゲットしてたけど、ユアニンがギャルじゃなかった。いや、ギャルいないです、ギャルはいないです。レナです、レナ。ほらありがとう。すごいね、すごいね、こっちゃん。うえー、そうなんだ。ドスコアバターいいね。そうだよ、 JK みんなあれスクバ、本当に本当に本当だよ。みんな見てみて、 JK のスクバ。ちょっと疲れてる私疲れてます、疲れてないけど疲れてます。ちょっとココイチ食べたいです。ほら見てください、あのこれ、これコメント、ギャルじゃなくてめちゃくちゃ可愛い清楚な令和の JK でした。ほら、これが全てです、これが全てです。幕張のユアニャンはこれです。アイコンのニャンダムみたいな人にしてるね、やばっえ、ニャンダムってそっち、え、なんかニャは全体的に猫、ニャンダム、え、でもな、ユアがガンダム描くと猫っぽくなるんだよね。仕事なのですか？スクバはスクールバッグです。確かに。桜ありがとう。捕まるね。みんな捕まっちゃうよ。甘いもんね。今日はね、食べたっけ？あ、食べた。カフェオレ。食べたじゃないか。飲んだ。
カレー好き、カレー好きです。見てるだけでも嬉しい。ね、城ヶ崎カレー、城ヶ崎カレー、あ、そういうこと、糖分取ったから疲れたってこと。実は気になってた、カレー好き。そう、ココイチは甘口のパリパリチキンか甘口のほうれん草か甘口のフライドチキンか甘チキ甘チキ甘口のチーズです。桜餅ありがとう、桜ありがとう。あの落書きセンスありました、欲しい。あ、さく、ん？ガンダム？ガンダム？愛知の人がガンダム描いたら全部奈々ちゃん人形になる。いや、ちょ、岩はならなかった。いや、なってるのか。え、わかんない。あんま岩奈々ちゃん人形見ないんだよね。まあ、下お子ちゃまです。甘口です。中辛も食べれるけどね。中口？中口食べれるよ、岩。でも、中口辛いので、甘口でお願いします。え、そっか、もう未完全、来週か。席まだ見てないの？桜ありがとう。サンカラとかあるの？ココイチのそのなんか辛い、辛い設定みたいなのやったことない。まあまあ。パリパリチキンナイス。パリパリチキン美味しいよね。わきある。こんばんは、初見さん。こんばんは。匂いのやつ読め。ごから？絶対辛いじゃん。絶対辛いじゃん。てかずっと思ってたけど、このさ、アバターめっちゃ女の子に見える。みかんぜ、ああ、言ってたね、ハズレって。なんかすごい、え？待って待って。今アイコンとさ、アバター見ちゃったけどさ、いや、待って。まずアイコンが城ヶ崎にもう変わっているという。ちょっと仕事が早いんですけど、そしてこのアイコンなんで岩なの？え、なんで岩なの？すごくない？なんで岩なの？びっくりなんだけど、なんで岩なの？今何時？そして36。え、あの暇だから、この100名、100名全員アバター言っていいですか？そうだと壇上の意味ない、壇上の意味ないですか。暇なので全員アイコン呼ぼうかなと思ったんですけど、あの壇上に乗ってる人のなんていうの、あれ、壇上に乗ってる人のなんていうの、いいかな。いいかな。でも壇上に乗ってる人からしたらさ、あれかな、いや、わかんない、ちょっと誰か誰か暇だよ。え、全然いい？ビンゴ？どうやってビンゴするの？いいですか皆さん。めっちゃ読み100人です、読み100人です。はい、ちょっとめっちゃ暇なので。たまにはいい？いや、たまに、もちろんたまになんですけど、100人も入ってね。じゃ、今から募集するから頑張って。いいかな、ちょっと100読み段するわ。ごめん、なんか壇上乗ってる子、乗ってる子とか言って。読み100、読み100終わるまで終われません。スタート。え、時間かかる。え、そうだから暇つぶし。暇つぶし。まあまあ、え、終わっ、え、変わるかな。え、こっちゃんすごっ、3時間で30達成したの、チートやん、めちゃめちゃチートやん、すごいね。まあまあ、そこらありがとう。もう始めた方がいい？やばい、本当に桜送って。100人会えてなかった？
流れ星ありがとう。あ、確かに投票画面すれば変わらないのか。確かにね、本当に今頑張ってるし今頑張ってんだしね。やばいやばい、みんな頑張ってる今。ちょっとこうな、でもさ、なんか送ってくれてるのにさ、あれじゃない、なんか始めてみますね。100位の方、早めに100位の方、紫の、やば、変わるわこれ、めっちゃ変わるわ。ちょっとやっぱ投票にしようかな、めっちゃ変わる。でもさ、この今送ってくれてる、いや、これで50万いったらやばいこれで50万いったらやばい。でもさ、え、これさ、50万いったらアバターもらえないとかある？ないよね、それは。今何時？39。まあいいよ、もう変わっても読むよ。100位の方、365の犬の方、9位の方、恐竜の方、98位の方、ネズミの方97位の方、クロミちゃん、96位の方、トロフィー持ってる方、95位の方、冬って書いてるアバターの方、94位の方、オレンジのクマの方、93位の方、こじこじ92位の方、シナモンの方、91位の方、鳥の方、90位の方、パンダの方、89位の方、うさぎの方88位の方、紫のアバターの方、87位の方、あ、くるみさん推しなんですか。86位の方、紫のアバターの方、85位の方、スポンジボブの方、84位の方、女の子とうさぎの方、80歳の方、パンダの方、82位の方、桜の方、81位の方、オレンジの方、80位の方、宇宙飛行士の方、79位の方、星の方、78位の方、うさぎの方、77位の方、ラーメンの方、76位、これ見てる側どういう気持ち76位の方、カッパうさぎの方、75位の方、え、待ってよ、このスタンプ持ってる、ラインスタンプ。74位の方、鳥の方、鳥多いな。73位の方、あ、イワの車帰った方じゃん。72位の方、もうよくコメントで見ますね。これなんだっけ、カレーの方。71位の方、大川さんのアバターの方、初めて見た。70位の方、アバターをね。70位の方、これ何、こたつの方、一緒にランキング見てる69位の方、猫の方、あ、メールの返信ありがとう。68位の方、この漢字のコップの方。67位の方、水色とピンクの猫ちゃんの方。66位の方、筋肉の方。65位の方、これ何、ポケモンの方。64位の方、あ、星の方63位の方、38位の方。62位の方、白い馬の方。61位の方、シナモンの方。60位の方、レナのアバターの方。59位の方これどういう配信60、待って60、ん、59位の方が猫ちゃんとひまわりの方。58位の方が鳩、鳥多いな。57位の方、猫の、あ、人間の方。56位の方は、これは本人ですか55位の方、SKE の黄色い着ぐるみの方。54位の方、富士山の方。53位の方、白髪の方。52位の方、車。51位の方、徘徊中。50位の方、猫ちゃん探偵の方。49位の方、ニャンダム作ってくれました。48位の方、K のか、あ、言うとユアの K にしてくれる方。47位の方、え、待って、なんかさ、めっちゃ似てる。
回いや知ってるかなこのファンの方。46位の方、猫だ、多分誰かが描いた猫の方。45位の方、これいや何て言ってたっけ、いつも何て言ってたっけ、チョコの猫ちゃんの方。44位の方、マキコさんのアバターの方。43位の方、アミさんのアバターの方。42位の方、サラのアバターの方。41位の方、先生の方。40位の方、猫ちゃんオレンジの着ぐるみの方。39位の方、青空の方。38位の方、博士の方。37位の方、コアラのマーチメロンの方。36位の方、アイスにラッコの方。35位の方、クリームソーダアバターの方。34位の方がキツネの方。33位の方がピンクのクマちゃんの方。32位の方が雪だるまの方。31位の方がポン酢の方。30位の方がスイカ猫ちゃんの方。29位の方が水色のアバターの方。28位の方が奈良県ですか。27位の方が岩の柔道着ガンダムの方。26位の方が水色のラッコの方。25位の方が、だるま持ってる方。24位の方が SK のクロミちゃんの方。23位の方が紫のアバターの方。22位の方がオレンジのアバターの方。21位の方がダンボールの猫ちゃん入ってるアバターの方。20位の方がなんか空のアバター、空じゃない、都市のアバターの方。19位の方がマヤさんのアバターの方。18位の方がユアのサイリウムにしてくれてる方。17位の方が京香さんのアバターの方。アバターの方で、15位の方が、ハートの方。14位の方が6の方。13位の方がラーメンさん。12位の方がゆうねさんとユアのアイコンの方。あ、待って、壇上言ってた、壇上言ってた13位から言ってた流れで、すいません。13位からあの壇上1段目ってことは、ちょっと待って、今何時 40、 え、早くない？え、5分ぐらいで読み終わった、ようやく読み壇上だけど、ちょ、まだあと15分あるよあと15分あるよ。すごいね、めっちゃ呪文みたいに呪文みたいに呼びました。シュールすぎん？どういうこと？鬼滅みたいって。読み100ありがとうございます。てか頑張ってるのに入ってないしさ。あ、頑張って入ってたわ。え、めっちゃ壇上入ってるじゃん。すご。頑張った。頑張ってくれた。22時まで、そう、あのあれメール送ったから、まあ読み壇上は最後ので読みますね。読み100でした。読み100でした。ねえ、100回まで読んでる日に限って昼寝してました。だってダメですね。22まで何時落ちそう。え、じゃあ読んだ方がいい今。マイコさん、おこだって嘘なんもせ、あ、もうね、だと思ってたよ、伝えないと思ってたよ。ユアは優しいから、優しいから、ユアのファンの方は優しいから。まあまあ、でもマキコさんは怒らない、マキコさんは優しいから。まあまあ、ん、え、ほんとだ、連番してるじゃん、仲いいね仲いいね、こんばんは。あ、そういうこと、名前の6ってこと。おお、言ってないよね。そうだよ、川村塾生は個性派の方多い。イエーイ、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。すごいね。100位まで100位から読みました私。どうもどうも。個性ありありでしょ。ありありよ。もう一人しかいないから、ラーメンの T シャツ着てる人なんで。明日も今日もラブー。お疲れ100だったよ。いや、こちらこそありがとうございます。いや、モブじゃないから。みんななんでそんなに自信がないの。平凡じゃないから。本当にサイリウム11本も持つ人いないから。量産型じゃないから。本当に読み男女、うちは。もしかしたら呼ばれて、え、呼んでないかな。え、ごめん、呼んでない。え、待って、わかんない。でも呼んだ、そう、確かに。ちょっと待って、どこ、ない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 ですか、これ。いた、呼んでない気がする。16位の方、チーカーの方。ごめんにゃ、ごめんにゃ、ごめんにゃ、許してにゃ、許してにゃ。そうだよね、え、明日で JK 終わっちゃうんだよ、いわ。明日で JK 終わっちゃうんだよ、いわ。本当に。ごめん。あぶない。ごめんにゃ。ごめんにゃ。でも今読んだからごめんね。ごめんね。え、待って待って、聞いて、みんな。初見さんが顔が好きで見に来たら転生の勇気でもっと好きになっちゃったので。素晴らしい。ようこそ川村塾へ。ようこそ、ようこそ、おいで、ようこそ、おいでやす。そうだよ、学割つかなくなっちゃう。ラスト JK です、明日。ラスト JK です。やめてください、変なこと叩き込まないでください。え、そうなの、 MBTI って愛から始まる。え、違うよ。じゃ、だって愛ってさ、内向的だからね。あの E、 ん、 INF、 そう、 E は外向的だから。LLLLLLJK ラスト多すぎん。ラスト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 。 A とか B とか、え、嬉しい、本当に。皆さん、岩のショールーム楽しいですか。まだまだ楽しいですか。もっともっといけますよね。ちょっとコメントの時差があります。え、そうだよ、あさって22時またぎ配信もちろんしますよ。もう記念すべきですから。まあでも何時までやろっかなって感じなんですけど、まあまたぎ配信、そうだね、またぎ配信のがいいよね。22時からスタートじゃなくてまたぎ配信のがいいよね。そうだよ、これライブだから。ライブでしょ。イエーイ。実家のような話か、ありがとうございます。そうだよ。じゃ、今何時。さあ、ちょっと早いけど読み直ししますか。読み男女、あいちゃん間違えた。男女を、男女を、待って、また初見さん、待って待って、
卒業式の写真とか鬼漏れすぎて好き。想像以上にゲルギャゲゲルギャルなの激アツだって。ギャルって言われてた。ギャルって言われてた。え、嬉しい。なんか卒業式の写真漏れてるよねあれ。ありがとう。ありがとう。好きです。これからも好きでいてください。お願いします。離れないでください。今日も明日も読みだよ。やっぱりってやめてください。清楚です。清楚です。清楚なので。コアラのマーチ買ってるから清楚です。はい。読みだよ行きまーす。ギャル団やめて。はい。10歳の方、ラーメンさん、12の方、ねえこのアイコンいやブスいって、ブスいってこのアイコン私、私、11位の方、花束持ってるクマちゃんの方、10位の方、あいやのハンドボール、えそういうハンドボール外のボールもあったよそういえば、今度見せるね。キイの方、ユアが描いた青いフクロウの方。8位の方、城ヶ崎うちそれ持ってこないでね劇場に絶対に。でユアのアバターの方、7位の方、あ頑張ったね、ギャル向き、あギャルじゃない、ギャルじゃない、あギャルか、ギャル向き向き、ありがとうユアのアカウント作ってくれて。6位の方、ユアのコアラのマーチ当ててくれました。5位の方もユアのコアラのマーチを当ててくれました。4位の方、ユアが描いた歌舞伎の方。3位の方、3位だよね。3位の方、チュロスの方。2位の方、ユアが昨日見せたクマの方。1位の方、ユネさんのアバターの方です。ありがとうみんな。ありがとうね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 。ありがとう。ありがとう、ありがとうって伝えた。あ、チャラムキムキだった。間違えた、間違えた。間違えた。チャラムキムキでした。チャラムキムキでした。すいません。ギャルムキムキとか言ってしまいまして。チャラムキムキでした。はい。ありがとうございます。こちらこそ皆さん、こんなショールームを見ていただいて。いやまあ、読み男女は清楚の証ですから。はい。100位から読ませていただきました。ありがとうございます。ありがとうみんな。今何時ですか？56、あと4分です。癒された？この配信で。嬉しい、嬉しいです。私皆さんのあの何、元気の源になれて嬉しいです。みんなの元気の源、元気100倍アンパンマンって感じで。え、本当に初めて言われた。おやすみワニャン。押した配信かぶらなかったらまた来ます。え、嬉しい、余裕で好きだって。嬉しい、嬉しい。推しが誰だろう、推し誰だろう。病院読みね。嬉しい、本当に元気の源。焼きそばパン焼きそばパン、まあ焼きそばパン好きですけど。呼び団パワー強すぎでしょ、効果。嬉しい、みんな、みんなそうでしょ。みんな推しの配信なかったら岩来るでしょ。岩推しの人はねあれですけど。まあまあ、5月見た目変わってる。なんでムキムキになってるってこと、ムキムキになってるってことですか。もうガンダムじゃん。まあまあ、初見さんこんにちは。嬉しい、みんな。いや、推しだから関係なし。
まあ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 そうね、まあ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 認めるよ認めるよ。まあちょっともう一人いるの知ってるけど、岩まあ同じぐらいだよね。同じ岩のね、岩のルールは同じ熱量なら全然いいので、同じ熱量なら全然いいので私は。まあでもね、いっぱい来てくれたもんね、岩のところ。泣きそう。いやパシリとかしないから。いや推しだよ、推しの配信あるけど来ちゃいます。ちょっとそれは私推しじゃないですかそれ。59分じゃん。バイバイみんな、バイバーイ。え、初見さんありがとう、バイバイね、バイバイ。面白い女って言われましたバイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。汗とか懐かしい。バイバイ。おやすみ。